はい、始まりました。はるかと、みことの、ミルブロ。パーソナリティは、私、阿部はるかと。こんばんは。みこと先輩で、お送りいたします。今回は、VRMMO ものですよ。また、主人公が無双するスタイルなのだろうか？主人公だけでなく、パーティーメンバーが無双してる感じかもですね。どっちにしろ、無双ものみたいだな。では、今回のお題は、戦う錬金術師です。かっこ、涙目。です。光栄のはずが、前衛で戦ったりするのだろうか？それでは、作品紹介を。とあるつてで、大人気の VRMMO、バラエティバーチャル、オンラインを手に入れた、神崎、しずくは、錬金術師の、しずとして、デックスごくフリでプレイを始めますが、生産職と思っていた錬金術師は、このゲームでは戦闘職だったという。素材集めにフィールドに出た、シズは、ワーウルフの子供を助けたことをきっかけに、プレイヤーの最前線をぶっちぎるレベルの活躍で、ゲーム世界を蹂躙していきます。と、言った感じでしょうか。錬金術師と見せかけて、テイマーものだったとか。錬金術師としても大活躍してますよ。父親が買ってきてくれた、バラエティバーチャル、オンラインをプレイすることにした、しずくですが、選んだ、錬金術師は、父親に勧められた生産職ではなく、戦闘職だったのです。錬金術師は、生産職と変わらないのに、なぜか戦闘職という不遇職らしいぞ。やけくそでフィールドで錬金術の素材集めに出た、シズですが、偶然見つけたクエストで、ワーウルフの子供、ワンコを仲間にしたことで、まずは、人並みに戦闘をこなせるようになります。ワーウルフのクエストは、普通のプレイスタイルでは見つけられないようなので、いろんな意味で、シズのプレイスタイルに合っていたのが幸いだったな。それから、図書館の隠しクエストで、鉄竜の、てっちゃんを召喚できるようになったり。てっちゃんは、後々進化して、召喚獣から仲間に格上げされることになるぞ。アップデートで増えた新フィールドで、妖精の、アンフェを仲間にしたり。アンフェの持つレアスキルは、他のプレイヤーには不評だったそうだが、シズは特に気にしなかったこともあって、好感度アップしたみたいだな。学校の友人でプレイヤーの、小枝をはじめとしたプレイヤーたちと出会ったり。最前線にいる上、基本、ワンコたちや NPC との交流がメインなので、友人や、後に作る羽目になったクランのメンバーとは交流するものの、それ以外は、イベントなどでもなければ、関わらないのだがな。様々なイベントによって、パワーアップしたり、仲間を増やしたりしていきます。特に、あるイベントボスのドロップアイテムと、シズの錬成が合わさった結果、世界に少なくない影響を与えたりしていくのだがな。NPC だけでなく、種族レベルの影響が出てましたからね。パワーアップしていく仲間たちの強さと、錬金術で作られるアイテムを駆使し、他のプレイヤーたちを置いて蹴彫りにするぐらいのスピードで、マイペースに、世界を駆け巡っては蹂躙していく。そんな感じの、戦う錬金術師です。かっこ、涙目、ですが、どうでしょうか？個人的感想ではあるが、マイペースチート、といったところだろうか。確かに、シズのマイペースに、プレイヤーも NPC も巻き込まれてますからね。シズが匿名で販売した素材が元で、プレイヤー全体の装備が充実したようだし。友人に提供した素材を使った装備で、友人のクランがイベントで好成績を上げてましたね。シズが直接関わると、ひどい目に遭うプレイヤーも多いけどな。一応、目に余るときは、ワンコが説教したりもしてますけど。ちなみに、アニメ化については少々難しい気がするな。書籍化も、コミカライズもまだですからね。まずは書籍化されて、人気が出ることが第一歩かもしれんな。書籍化での過失修正で、商業向けにブラッシュアップされるでしょうからね。そのあたりに期待したいところだな。マイペース系、VRMMO ものをネタにしましたが、今回の配信はこのあたりで。このゲーム世界は、某、アニメ化された人気漫画の影響を地味に受けているな。確かに、錬金術師が戦闘職というのもそうですし。職業に、国家錬金術師があったりするし。種族にも、某、作品のボスキャラを匂わせるものがありますからね。おそらく、作者が大ファンだったりするのだろうな。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次もよろしく。